おはよう、午前4時半をお知らせするオープニングスタート。4時半です。今日も相変わらずね、ここに俺が映ってるけどね、ちょうど見えないっていうね、これね。とりあえず今日はなんかモザイクっていうか裏トークで消えてるね、もう完全に狙われてるんだけど、今日ね白すぎてさ、ちょっと靴は見せらんないからあれなんだけど、白すぎて違うんだよ、このね、しましまを決めてから、じゃあ下決めて上決めてってなったらなんか真っ白くなっちゃった。なぜかね、で俺ね、ネイル更新したんですけど、ネイルも白で、なんと、ね、いつも店で使ってるペンが、ああ真っ白くて見えないけどね、ペンも真っ白っていうね、なんかもう今日は白祭りで行きますね。店行ったら、お前今日イベントかってね言われたよ。で真っ白い人着るからさ。ということで、今日俺が多分ニコ生、夏の退入の時から出て以降多分初めて使った、多分画面の右上に見えると思うんですけど、文字で、イベント告知をしております。なぜ今更かというと、俺のバースデーが含まれているから。みんな使ったことないと思うんだけど、まあね、早めに告知しないとと思って、ああやった、うん、自分だけだ、自分だからね、こういうのやるっていうね。リアバは前日の金曜日なんですけど、なんかイベントやるんだったらみんな土日に打ってるし、俺も 焦らずにできるかなと思って土曜日にしました。イベントはそう24、やっぱ平日にやると俺もね、いろんなあれがあるから、まあ、どちらかというと土曜日の方がいいかなと思って、一応出勤はするんですけど、だバタバタするかなと思って。ありがとうございます。それで詳細はないです。これから詳細はないです。いや普通のバースデーだと思っていただいて、何も準備してないからこれからなんだけど、とりあえず決めてること、これはやりたい、やらないといけないのが、とりあえずバースデー用の撮影はしないといけない。決めてないね、どういうのを撮るか。怪盗キッドすればっていう風にちょっとね、ネタで言われたんだけど、悩む。言うて、いや、多分やらんと思う。言うて僕、ね、まだこのお仕事を始めて半年経ってないんですよ。そう、半年やってないんで、初めてなんで、正直未だに不安しかない。そうで、撮影はまあ撮らないといけない。で、あとはなんかさ、やるんだったら、いや打つだけなら誰でもできるの。ちょっと不安。当日さ、打ちますっつって、かそってたらさ、嫌だから。僕はそんなに多分呼べないと思うけど、皆様方に来てほしいから早めに告知しないとと思って。ラストも増えてきてるやん、ちゃっかり見てる人。たまたまだよ、たまたま、本当にたまたま。
徐々にこうね、伸びてきてはいるかもしんないけど もうバコンっては来てないから。そうで、何を話したか忘れたんで、そう、記念品を作りたくて、ま、1個は決めた。で、これはまあ秘密にしとくんだけど、よくあるのはライターと、あとはミンティアね、ラベル貼ったミンティア。ライターね、なんか吸わない人は見たことないかもしれないけど、うちの店で使ってる人たちは過去のね、やったバースデーの人のそのプリントがされてるやつ。そうそうそう、だからミンティアならタバコ吸わない人もいいと思って、最初ライター考えた時に、僕のね、僕を指名してる女の子を見ると、そんなにタバコ吸ってる人いないから、そんなライターもあっても使うことねえじゃんと思ってミンティアと思ったけど、ミンティアって何、食い切ったらなんかこうそのままっぽいみたいなの、まあ、そういう現実もあるかもしれないけど、だからそれも結構ありきたりだから、ちょっとその発注できる業者さん、いつもね利用してるお客さんにご相談したら、最近なんか出たものがあるんですよっていうのがあるから、それはとりあえず作ります。ただ最初のそのなんかまとめて作るのが50個なんらしいの。50個はさすがにさばけない。食べ物じゃないからさばけないし、さばけなかったら僕は家に保管します。まあそれはお楽しみということで、うん、全部消化したことにして家に持って帰る、こっそり。一応そう、絶対そうだよね。そんなになんかコストも高くなかったから、とりあえずそれを作るんで、お楽しみにください。ただ僕を指名してる女の子だったら、ちょっとは嬉しいかもしれないけど、そうじゃないんだったらそこまで欲しくないかもしれないから、50個は消化できる自信がない。いっぱい持ってってもいいよ。そう、まあそういう今んとこ考えてるのはそれを作ろうかなと思ってて、まあ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 お楽しみで、それ別になんかさ、はら脱いだらすごいぞ俺は、細さしかないから俺な、くびれ作れんぞ。まあ、そんなのはどうでもいいんだけど、半裸はそれ、半裸だったらオリシャンとかにねラベルしたらかっこいいかもしれない。そう、まあとりあえず25日に向けて早めに告知ということで、早めでもないけど告知させていただきます。僕初めて、あ、そうチェキ、俺はバンドマンじゃない。そう、あったんだけど、これ最近の話で、僕ではないけど、この今配信してるナイトチューブさんって動画って結構あなたチューブってところにこう最初からあるんですけど、見れるんですよ過去のやつを。それをそうそう見れるの、検索するとあるんですけど、それを見て飛び込みで締めに来ましたって人がこの前いたの。で、店ね、内側としては何いきなり飛び込みみたいな初回かなと思ったら、なんか違くて、誰々指名でみたいなで来て、何それっていう話を聞いて、よくよく詳しく聞いたら、その昔の放送を見て、ね、なんか見たんだって。その、そう、やっとくべきなんだよこういうのは。なんか一人で喋ってる時とみんなで喋ってる時の雰囲気とかを見て決めたらしい。で、ね、そういうこともあるんだと思って、
というわけで僕もこういうところにいます。そういうのを信じてね。そのホストさんいた？あ、いた。詳しい情報は言いませんけど、もちろんいた、もちろんいた。そう、在籍。そういうのもあるんだなと思って、僕もまだね、最近ツイキャスなんかを始めて初回をちょろちょろ来ますが、まあ、初回指名はまだですね。そういうブランディングをしないと売れないと思ってるんで、これからもやっていきたいと思います。ここにもね、キャスはなんかね、固定で見てくれる人が増えたんで、結構なんかごめん、うん、ずっと無言になることは、めったにないから。何人くらい、何人くらい、日による。ね、朝はほんと少ないし、夜、最近僕が出勤して暇な時に、まあ、ツイッターでも飛ばしてるんだけど、初回募集しますよっていう夕方とか7時とかにやると、まあ、めっちゃバンバン来るね。何が多くて何が少ないのか分かりませんが、そのなんか有名なところに比べたらもちろん少ない。まあそんなもんだよね。まあとりあえず顔出しとけば、とりあえず何かしらアクションはねしてくれるよ。いやー、やっぱりすでに出来上がってるところで上にのし上がるのは難しいよね。まあそこまでのし上がろうとは思ってないけど、あらしに来る人今んとこないね、俺んとこは。あんまりコメント斜め読みしかしてなかったから、ちょっと一応伸ばしてないと見ます。多分大丈夫。あれ、そう、俺炎上系結構好きだから、炎上イコールね有名になると思ってるから、炎上系は結構大歓迎なんだけど、キャスの他にも結構減ってきた。あ、そうで、あったんだけど、ツイキャスを始めて2、3日かなした時に、DM が来て、誰だと思って、なんか知らねえ名前だしと思ったら、ぜひうちで配信やりませんかっていう、なんか最近多分できたと思うんだけど、配信サイトの人から DM 来て、でちょっと調べたんだけど、そのサイトは、まあでも調べたら全然検索して結果出てくる。いや、多分本当のサイト、ちゃんとサイト閲覧はしてないから、普通に検索してトップに出てくるから普通のだと思うんですけど、そう、そういうので、ね、人様の、ね、配信サイト行ってこう見てチェックして、やっぱり釣り割り垂らしてんだなと思って、結局やってないっす、っていうこともありました。あとね、ツイキャスやっててはそんなもんかな、今のところは。あ、そうそうそう、インスタライブね、なんか最近できるようになって、俺はまだしたことないんだけど、多分フォローしてる人が配信すると通知くんのかな、一瞬見たけど、なんかようわからんかった、まあ、コメントはこうさあさあ流れてる感じだけど、インスタで来る人いんのかな。まあちょっと近々試してみたいとは思うけど、ツイキャスのレベルを上げたいんでやらんかもしれない。あ、録画残せないんだ、まあ、フォロワーいっぱいいる人は全然価値あると思う。でツイッターやってなくてインスタやってるって人は結構多いから、今日のツイキャスは起きてから考えます。というわけで、とりあえず理由は CM の後で。
ロミジュリに入りたいんです。君たちか待つぜ。なんでうちを選んでくれたの？月給26万3ヶ月サポート、新人でも出勤7時から3ヶ月に1回旅行付き。忙しすぎて人が足りないけど明日から来れるか？はい、はい、君たちやっぱりロミジュリだな。どうも、ね、なぜ、あ、うまい、ナイス、さすが。ちょっとこれでやるけど、うまいね。ここまで やってくれると思わなかった。頻繁にはやってて、だいたい1日1回ぐらいのペースでやってるんですけど、笑おうか、目線をやめよう。で、やってるんだけど、今日、最近、今週かな、今週ずっとなんか腰がやばくて、背中がめっちゃ凝ってて、もう、ね、やらんと、このズームも悪くないね。腰が痛くて、これマッサージ行かないとやべえと思って、今日行ってきたんですよ。で、だいたいそのやるコースって頭やると思うんだけど、コースに含まれてるのがあって、で、頭は嫌ですっつってやってもらったんだけど、見事に頭が痛い。なぜかというと頭痛いくはないんで、首あたりかな、マッサージしてもらったところはそれなんか軽くなったんだけど、してもらってないところが重くてちょっとね、調子が良くないので爆睡したい。あ、ありがとうございます。どっちでも良かったんですけど、うん、そう。あ、で、面白かったのが、今日そのマッサージ、いつもまあそんな頻繁に行ってるわけじゃないけど、何回か行ったことがある店に行って、予約するのめんどくさいから、バースデイビューはやります。25日です、よろしくお願いします。行って予約しなくてもいけんだろうと思って夕方行ったら、今空いてますかって言ったら、予約いっぱいですって言われて、ね、そっかって言って、とりあえずもうホットペッパーで一番上に来るとこでいいよと思って行ったん。で、ね、電話して今から行けますかって10分ぐらい着くんですけどって言ったら、いいよって言われて、あ、行きますいいよって言われて、電話で、じゃあ行くかと思って行ったんだけど、なんか俺今までそのマッサージに行った店って1個か2個しかなくて、大体その安く住むところってアジアン系のね人が多くて、まあ言っても20代とかもう女性が多いんだけど、今日行ったとこはね、パンチパーマのおばちゃんが出てきて、あ、この声でいいよみたいな、全然最初分かんなかったんだけど、でいいよって言ってもらったんだけど、まあ別になんか誰でもそんな俺文句言わんしと思って、とりあえずやってもらったんだけど、それがまさかすげえ指圧の力強えの、俺も痛い方が気持ちいいからいいんだけど、ね、多分想定50ぐらいだよ、多分50歳ぐらいのね、背ちっちゃくてちょっとパンチパンもかかってる感じの、ね、その辺でなんかエプロンかけて朝掃除してそうなおばちゃんがいいよっつってやってくれたんだけど、すげえ力強くて感動したね。いや別に俺が M ってわけじゃない、その話を一言でからすると俺はどっちもいきます。で、やってもらったんだけど、最後、じゃあ背中やってもらって、ケツやってもらって、足もやってもらって、最後に仰向けになって、こうね、足の裏をやってもらったんだけど、足の裏をこうしたときに、おばちゃんはこうして、こうね、高台に、高台じゃない、
台に乗って足向けてるからこうやってやるわけよ、マッサージを。そしたらあのなんとサービスなのか知らないけどすげえブラが走り当たっていや俺そんな求めてねえんだけどと思って、まあなんかね、あのアクシデントなのかわかんないけど、ちょっと50代のおばさんじゃちょっとねっていうのちょっと面白かった。なんかよくさ歯医者とかでなんかね当てるとかっていうのは聞くけど、マッサージ屋でねなんかねそういうの初めて味わうとは思わなかったから、ちょっと結構複雑。いやね、狙われてないと思うんだけど、ブラの端っこ、いやこうラインあるじゃん、多分このカーブのこの辺にちょっと足がね、多分この辺。いや強度って言われてない。お前さっきなんかね、そういうことが今日マッサージしてきた、なんかさっき逃したコメントをねあった気がするんだけど、どれだっけ、ちょっと見逃しちゃったかもしれないんですけどごめんなさい。マッサージの日は食事の量を減らして水をたくさん飲む、それは前日、全然知らんかったそういうの。あとはまあ当たり外れあってもまあいい。いや今日のところはすごい指圧強くてよかった。今でさえなんか背中おかしいし、こう今日ずっと肩回してた。前日に、あ、終わった後に水、あの、今から飲みます。今日もお酒飲んだんで、うん、今日は飲んだよね、楽しいと飲んじゃうから俺。今日なんかね、テキーラのショットグラスがあるじゃないですか。で、あのテキーラ耐性があるね、女の子がいたから、じゃあテキーラじゃなくて何にしようっつって、狂月をショットでね、あのやりまくった。あれもきついわ、もう途中からもう狂月みたいな。そんなんをなんかねトランプ使って遊んだんで、久々にやられたね。いや潰れるほどではないけど、だいぶ復活したけど結構フラフラだった。テキーラの香りね、うん、久々に嗅ぐとああ来たみたいな。ある、昨日の初回2人もヤバそうだった。それはどっち、君の性別はどっちだい。昨日ヤバかったね。そう、昨日の初回お二人さんで来た方がいらっしゃって、うちの初回のメニューに飲み放題があるんですね。狂月と割り物の飲み放題っていうコースがあるんですけど、まあ俺はその初回の宅に後から着くからそんなに宅の状況見てなかったんだけど、まあすげえワイワイしてると、裏で聞いてもまあバリバリ聞こえてくると、まあまあね騒がしいね、ワイワイしてるお客さんいっぱいいるから別に普通のことなの。ただ飲み放題だから狂月は開ければ開けるほど出てくるんです、うちの店のね。あら、そしたらあの3本目入ってたね。3本目、俺この半年初回の宅を見てきて2本目は入ることはあったけど、ちょくちょく3本はない。もうね、別に板客とまでは言わないけどね、あの注ぐ女の子いっぱいいるからね、あれは強かったね。いや、あの全然いいんだよ、飲み放だしいいんだけど、あの一番やめてほしいのはね、自滅して俺らに掃除させる人が一番辛いたまにあるんだけど、本当にお掃除が辛いんで、それだけ、それなきゃ俺もう何も言わない、文句がない、いくらでも飲んでくれ。昨日、なんで昨日の初回を知ってるんだい、うん、それはうちのキャストかな、誰か見ているな。そう
あ、でね、そういえばなんですけど、今週僕多分このまま一人で終わります。で、先週はね、このね、いい感じの爽やか少年と、あとやんちゃりかの人が来てたね。俺は見てたんだけど、録画を。で、その前が、いや俺、自分が退入してからは全部、自分が出たのも出てないのも見直すから、軽くね。いや、昔のそのナイトチューブのやつもちょくちょく見たけど、でどういうのがあったかとか、それ見てるんだけど、そのなんだっけ、何の話をしようとしたか忘れた。そうで、今週僕だけ多分、で先週がやんちゃりかの人とこの、ね、爽やか少年と、でそのまた先週が俺のこのまたピン放送なのよ。そう、聞きお茶が俺の退入の7月末のやつが、いや来週は知らない。だってこの放送未定だもん。あの本当に誰も出ない時が、あの本当に放送されない日だから、計画的に組んでないから、出れる人出てないぐらいの、そういうノリでやってるから。で、ね、繰り返すけど、先週やんちゃいか、その先週が俺のピンソロ、その前は確か僕とね、ゆうやで出たはずなので、彼は何と言ったかね、毎週見てる人はわかるかもしれないけど、彼は、今年になったらもう1分前で、あのイメチェンをするっつって、まだここに来てない。イメチェンをするっつって1週間2週間3週間経ってるから、来週でちょうど1ヶ月だよね。イメチェンするっつって来てねえけど、ちょっとそろそろ釘刺しておきます。いや、だいぶ変わったね。そのせいか、ゆうやにも嬉しいことが起きたんだけど、それは俺の口からは言いたくないんで、呼んだ時に煽ります。俺は、僕はやんちゃりかの住人じゃないんで、一回行ってみたいんだけど、まあ、なかなかね、そんなに稼働できる気がないから。というわけで、残り10秒ぐらいになりました。あ、見た目は戻んないと思う。というわけで、今週も僕のピン放送で終わりました。25日のバースデーと14日のバレンタインお待ちしております。では、さようなら。たまり込んだことにすがる何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで使い込んだ仮面をにらむ落下に紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこと溺れているんだよ、息もせずに僕らは無力。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を